やっぱりここはカナダ、トロント、ケニー・オメガを襲ったという代償は大きいですね。そうでしたね。特にケニー選手を破壊するとまで宣言していますよね。いやもうね、情報がたくさんあって、もういろんなことを言いたいんですが、この石井対竹下コールスたまんないですね、これ。ごちそうですね、これは。石井智弘対竹下コールスですよ。もう村田さんからしたらもう一番しびれてるシチュエーションじゃないですか。いやもうゾクゾクしっぱなしです引かねえな、竹下選手も押してる。さあ来るか、来た、あのエルボーで倒れない。みんながみんなストーンピットブルになっていく。